1ヶ月ぶり、そうですね、数週間ぶりにね、はいはい、あのリサさんにまたお越しいただきました。ありがとうございます。そうなの、リサとしては2回目なんですけど、ワニアナギとしては初めて来ました。あ、どうも。どうも、先生、絡みづらいやつで。毎回毎回私台本がないんで、お、自分でもね困ってるんですよ。リサさんは台本作るんですか？あ、作ってますね、毎回。そこで、これ持ってきたんですけど、はい、ネタ帳、時刻表を丸写ししたり、時刻表あと何ですかね、なんか、そうそう、一応こんなん作ったりはしてるんですよ。なんかね、あのここを伝えるみたいなのとか、一応まあまあ作ったりはしてます。え、はい、喋ってよかったの？あ、いいっすよいいっすよいいっすよ、ですね。全然今ね、後ろには茜さんがいるんですよ。あ、じゃあ自己紹介お願いします。あかねでございます。めっちゃ久しぶりですよね。だね、うん、池袋でオフ会があった時に、うん、ひろちゃんだと思って。自分の視聴者さんとかがいるとは思わなかったんで、うん、めっちゃびっくりしましたもん。自分のオフ会とかだったら、うん、あ、わかるんだけど、うん、人様のオフ会だったから、うんうん、しかも一人とかじゃなかったんですよね。そうだね、うん、結構いたよね。結構いましたね。それがすごくびっくりした、うん、あ、なんかいいですね。なんかこのオフ会って結構頻繁にあります？なんか大阪ってあんまなくて、へー、だからオフ会参加したって言ったらこっちまで来て参加するみたいな。うん、だから羨ましい。もっとや、はい、なんかやりたい。オフ会ってさ、いいはいいんだけど、うん、変なのがくっつきやすいっていうのもあるんですよ。それ怖い。オフ会に来てくださってるほとんどの方はみんないい人なんですよ、うん、ただその中にちょっと変なの混ざっちゃうと場もすごく変な感じになっちゃうし、うん、ねえ、かといってその分かんないじゃないですか、うん、あのボイストレーニングっていうのやってるんですけど、はい、大阪で、ね、やっぱりそれもどっちかちょっとマンツーマンでやるので、うん、やっぱそれ時々怖かったりしますよね。今はなんか団体が管理してくれてるけど、それが外れた時、最初は自分一人でやってたから、うん、女声を獲得したいっていう風な気持ちで来られてる方が基本来られるので、うん、まあ大丈夫とは思うんですけど、うん、その目的あって、でも分かんないじゃないですか、受付した段階では、うん、実際来てみないとそれがどんな人か、だから毎回怖さはありますね。ああ、うん、ヒロちゃんの言うワンチャン狙い、ワンチャン狙いね、なんか、そうなんですよね、私らみんなね、元男性じゃないですか、うん、男性の方で女性に相手にされない方とかっていらっしゃるみたいで、うん、今電話鳴るなよ。あー、間に合ってます、大丈夫です、どうでもいいような電話だった。女性にそのあまり相手にされない男性の方がいらっしゃったとするじゃないですか、仮にね、家庭として、うんうんうん、そういう方がですね、女の子は無理かもしれないけど、ワンチャン元男の子だったらいけんじゃねっていう。いや、本当にね、多いんですよ。コメ欄でもそうだし、DM でもそうだし、あの、うん、Twitter とか、うん、あの、インスタとかの DM でもそうなんですけど、多いんですよ、本当に。これ何なんすかね、不思議な現象じゃないですか。女子無理だったらワンチャンむしろこっちの方がないような、ね、全体数も少ないしね。そうですね、すごい。そう、どういう思考でそういう思考になるんでしょうね。なんやろ、え、いや、もっと男やからいいやん、でも、え、さ、男がいいんかみたいな、どうなんやろ。いや、そこがね、ちょっと 理解にすごく苦しむんですよ。だから、そういう系の人って結構その先のなんていうんですか、ストーカーになりやすい感じなんで困るんですよね。かないね。元男の子にしかない何かが好きなんかな。なんかよく言うじゃないですか、ヘホとか。あ、おヘホさん。うん、あ、おヘホさんね、うん。おヘホさんいるわ。うん、いたわ、いっぱい今までも。そういう人たちに限ってなんかそれついてるのがいいとか、なんかそういう系。ありありありなしとか、そういう系ね、うん、がいいってよかった。そういう話をされたりすると、むしろ私らそれが嫌でっていう感じじゃないですか、うん、それが嫌なのになんかそれがいいって言われるとなんかもう
げんなりしますよね。ね。さえがお前どんなんやねんって見てみたら大したことなかったりするし、ね、本当になんかお前わし17センチやぞみたいな、お前何センチやねんみたいな、で向こうがそれで傷つくみたいな。で、また17センチやったんで、うん、だいたいどこの人見ても自分よりちっちゃいんですよ。たくましいな。そう、ニューハーフの時の同僚にビッグマナー財団であだ名つけられて会長って言われてました。会長ですか。会長、それを知らへん人が聞いて、会長ってなんかやってはんのって聞かれた時に、おい、町会長って呼ばれてます、なんで言えへんよなコンプレックスでしたけどね、それはそれで。大きいっていうのもやっぱり嫌ですよ。わかります。それはなんかいろいろ似てるところ多いですね。ね、なんか前回コラボさせてもらった時もそうですけど、うんうん、ね、タメですし、そうそうです、そうなんですよ。そうなんだ、はい、そう、ここタメなんですよ、ここ。前回ね、撮影してる最中にタメだっていうのも分かって、ね、そのさっきのでかいっていうのも、ね、でかいのがコンプレックスっていうのも私もそうだったんですよ。うん、まだ携帯時代だったんですけど、あ、はいはい、まあ、カパってやつ、そうそうそう、カパっていうのだったりとか、うん、なんかただのボールだったりとか、はいはいはい、で昔はストラップとかいっぱいつけてたじゃないですか、うん、左寄りとか右寄りとかあるじゃないですか、うんうんうん、で左側に例えばいたとしたら、このわざとポケットに携帯入れて自分の横にこう、本来だったらここに入れなくてもいいんだけど、こう内側にわざわざこう携帯持ってきてストラップこう出して、いや、これは携帯なんですよみたいな、うん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 、っていう風にやってごまかしてたとか、はあ、スタンドでバイトしてたんですけど、その時に昔フルサービスだったんですけど、今もうみんなセルフだけど、フルサービスでいらっしゃいませって言うと、今みたいにあの背高い車じゃなくて低い車が多かったから、うん、ちょうど目線なんだ、目線のところに来ていらっしゃいませって来ると、ここにって言わされるの、うん、すごいショックで、それが嫌で嫌でしょうがないんだけど、うん、でもなんか なんだかよくわかんないけど、ブリーフとかああいうのを履くのはなんか嫌な感じがしたんですよ。なんかね、うん、ブリーフのイメージってそのバラエティ番組とかで、そう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 、確かに竹志軍団さん、そうそう、ダンカンさんとかすぐ出てくる、うん、が履いてるイメージだから、ブリーフは履きたくないんですよ、うん、履きたくない。だから そうするとこのトランクスだと横にブローンって出てるから、うん、そのぴっちりしたズボンとかだとめっちゃ目立つんですよね、うん、21の50ミリやったんで、そのトランクスからこんにちはしちゃうんですよ。わかるわかる朝一緒にオッケーするんですけど、その時は出てるんですよ、上からね、うん、そうとか、もうなんかトランクスを突き破らんばかりにやばいななんでみたいな、うん、もうだトイレ行けないしね、うん、すごい2人に挟まれちゃったなそうなんですよ。バイト中にこう、その女性のお客さんとか来た時にこう、うん、っていう顔されるから、じゃあどうしたらいいかなと思って対策を練って、その、ね、昔はストラップいっぱいつけてた時代だったから、うん、今から20年ぐらい前ですか、ストラップガッチャガチャだったじゃないですか、うん、なんか光るアンテナとかあった時代だと思うんで、それぐらいこう嫌だっていうね、コンプレックス抱えてたから、うん、なんかそういうコンプレックスがあったから、うん、逆に今でもやっぱりこう、例えば男性とすれ違う時に見てしまうんですよね、あー目がいっちゃうのね、チラッと見てる時の自分を見られてしまうみたいなそしたらなんかそのパッて見た時に、あ、目あったみたいな、すごい複雑な気分あの女俺の股間見てやがるぜみたいな多分見ない方がいいと思いますでも君はその見るキャラが似合ってると思うどんなキャラそうそう、じーっとほんで目があったらシャッてそれこそプルじゃないですかそれこそもうワンちゃんだらけのワンちゃん、好きだらけワンちゃんじゃないですか変な人はよく絡まれやすかったっていうか、ありましたね、一回ね、オートロックのマンションに、うん、当時はまだ住んでたんですけど、夜お店終わって、うん、まあ、3時4時ぐらいに家帰るんですよ、うん、明らかこのマンションで見たことない人が後ろから入ってきたんですよ、それでエレベーターまで一緒に乗ってきたんですよ、うん、もうこれはあかんと思って、でボタンを押す気配ないから逃げたんですよ、うん、はいはい、で、あのエレベーターからパッと出て、でオートロックの外に一回逃げたんですよ、うん、でそしたら一緒に出てきて、その時にパッてもう一回入ってドアガシャンって閉めたんですよ、助かったと思って。そしたらなんか お願いがあります、僕今からやるんで見てほしいんです
って言われて、はい、でなんかこっち怖いじゃないですか、うん、逆上されても嫌やから、見たらいいんですかで見たんですよ、はい、で見るじゃないですか、じゃあやってはるんですよ頑張って、うん、でそしたらなんかその頑張ってやってはって、なんかすいません、あのちょっと顔ちょっとあのもうちょっと下の方に持ってきてもらっていいですかみたいな、顔下ですかみたいな、お願いします、あなんかよくわからないけど、あ分かりましたって顔下の方持っていったら、そこに出されたんですよ、そのガラス越しに、ガラス越しに目の前でこう下にシャーッと落ちていく白いものがあってで、それが終わってなんかめちゃくちゃなんか急にありがとうございましたって言われて、礼儀正しい、すっごい礼儀正しくて、もう90度カクンって、本当にそう、あのね、ゴッソクさんもね、しっかりちゃんってゴッソクもしゅってしっかりお礼されて、90度よりも下がってたの、もう120度、もう本当に親子揃ってありがとうございました。その後なんかこう下のね、あのドアの下にちょっと隙間ってあるじゃないですか、うん、ってね、あのオートロックのこうガシャンってやつって、はい、そこからこうくしゃくしゃの千円札をこうシャーって通されて、うん、お礼ですってATM のあのあれみたいにこう機械からビーって出てくれば、くしゃくしゃの千円がビーって出てきて、なんかと思って安いなと思って、だから俺もなんか 若い時っていうか20代の頃やったんですけど、なんかショックでしたね。あすごいなぁ、それ。私のこの行為は1000円の価値やったんかと思ったのと、よくよく振り返ったらめっちゃ怖い目に遭っててんなっていうのと、やっぱりね、ね、それでもやっぱり脳裏によぎったのは、やっぱりちっちゃいなぁと思って。そこへ繋がるか。これまでお付き合いしてきた男性もやっぱりちっちゃかった。どうだい？あ、ですかね。うん、じゃあちょっとなんか突っ込んだ話していいですか？いいっすよ、いいっすよ。性別的母手術何でやりました？あ、反転法なんですよ。やっぱり大きいからですかね、なんか当時それしかなかったから。あ、そうなんですか、うん、はい、多分大阪やったらあのペニスカッターって本出された和田先生しかなかったと思います、うん、昔の反転法やから、サオの方の皮を使って、はいはい、あのサオの方のあれで作る、はいはいはい、玉じゃなくて旧式です。旧式です。でもそれもね、なんか元気な状態の長さと元気じゃない時の状態の長さってあるじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、私はまあ元気じゃない時の状態から大きかったんですけど、うんうん、やっぱりそのマックスの状態で穴を開ける長さを測るんですよ。うん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 、でも寝てるじゃない、寝かされるじゃないですか、はい、で多分そんな先生の前でじゃあ頑張って最後に立たせようねみたいな、起きしようねみたいなそんな儀式ないじゃないですか、無理じゃないですかそもそも、うん、先生の顔見て頑張ってみたいなできないじゃないですかでもうそこそこ男前やったんですけど、どうするのかって言ったら、麻酔かけて寝てから先生がそのね、あの患部をこうやってパッて開けて、はい、でそのそれをこうつまみ上げるじゃないですか、はい、こうやってそれ何するのかって言ったら、パチンって叩くんですって、叩いたら立ってくるんですってそれで、あこの子これぐらいか、よし分かった、じゃあ穴の深さはこれぐらいみたいな、それまで大きいけど何センチって知らなかったんですよ、うん、で自分の深さで、はい、だいたい自分のその大きさが分かる、うん、その時に言われるのが、うん、君ね17センチだったからって言われて、あ17やったんですねみたいな逆になんかね、こういう風に生きててよかったなと思って、うん、あのもしこれで普通にこう男性として生きて、うん、例えば女性が好きでってなったら大変やったやろなと思う。あ、うん、私はもうお相手したくないなと思いますね、うん、逆に私がもし男で、うん、男の私が今目の前にいて、なんかそいつを好きになったとしてもこいつとはやりたくないと思う、うん、あそれは同感です。私も無理無理無理と思って、うん、男性だとなんかすごく大きい方がなんか、うんいいっていうなんかイメージを持ちがちなんだけど、何にもいいことなかった。そう。なんかやっぱ適正サイズが一番いいんだと思うんですけどね。14センチぐらいですかね。リアル。ぐらいかな。課長ぐらい。課長ぐらいかな。課長。まあ課長、係長、課長ぐらい。ああ、そうかそうか。ちょっと部長ぐらいになると、コンディション悪かったら会いたい、やめてみたいになると思います。こっちだってね、その誰でもいいってわけじゃないじゃないですか。そうなんですよね、うん、はいはい、よくそうそう私も勘違いされることがあって、うん、女性として生きていきたいけど、うん、その体がまだ男性じゃないですか、うん、で例えば使わないけど、例えば
女性トイレに入る入らないって話になった時に怖いって言われるんだけど、うん、なんかもう誰彼構わないみたいな、なんか本当なんか怪物か何かと勘違いしてるんじゃないかなみたいな、うん、そういうのはなんか確かに使わないんだけどね、なんかそう思われるのがすごく心外だなっていつも思うんですよね、うん、そうですよね、うん、なんかありえへん想像っていうか、うん、みんながこうね思い描いてる像っていうか、はいはい、その像っていうのと実態がかけ離れてんのかなみたいな、うん、それこそこうなんていうんですか、もう角刈りで、うん、超マッチョで、うん、みたいな、それがでここに口ひげ蓄えてっていう人が口紅塗って、はいはい、なんかね、青い、なんて言うんですか、ああアイシャドウ、アイシャドウをね、蓄えて、バッチリでこうパチンっていうこのまつげをこうパーンってね、きらびやかにこうパチ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 ってやって、うん、あんた何見てんのやったみたいな、うん、なんかそういうふうなイメージがまだあるのかなみたいな、あのこち亀の月光デカみたいなイメージ、うん、みんながこう思い描く、うん、その男性から女性に変わりたいっていうのは、うん、多分月光デカみたいなイメージしてるんだろうね。ああでしょうね。月光デカが分かるかな。月光デカ分かります？うん、ああ知ってるわ。どれこれやん、これこれこれ。それは。うん、強いわ、負けるわこれ。速攻負けるわ、もうすぐ土下座する。何かあったらすぐ土下座するから。すいませんでした。どうも申し訳ございませんでした。名前聞いてすいませんでした。誰でもいいですみたいな。誰でもよくないけどね。あが。でも多分世のイメージは多分なんかそういうのがイメージするから逆に怖いっていうイメージがあるのかもしれないけど、まあうちらはうちらでね、あの気を使わせてもらってね、なるべくそのなんていうんですか、男性と女性のトイレしかなかったとしたら、まあ私はもう男子トイレ入るか我慢するかどっちかにするんですけど、例えばスカート履いてたとしても男子トイレに入って、まあ、個室に入りますけど、うん、まあ、あれば多目的トイレっていうんですか、うんうんうん、まあ、多目的トイレとかそういうのを使わせてもらうような感じではいますけど、うんうん、もう普通にだって女性用トイレ使えるじゃないですか、うん、まあ一応今のところ普通にだって使える。国家公認の乙女だからね。そうですね、乙女なんで。なんだ、人妻でしょ。あ、はい、人妻です。先生も17センチとか言ってたら、あのこれ夫に見られてたらもう大変ですね。夫も以前あの動画でこの話をしたのを夫に見られてしまいまして、そしたらなんかお前会長らしいなみたいな、ちょっと嫉妬するわ言われました。もったいないって言われましてね、本当に。もったいないみたいな。もったいない。いや、いくらでもあげますよみたいな。ほんとあげるあげる、全然あげる。それは FTM の子がさ、特に言ってると、うん、じゃあチンチンあげっからおっぱいちょうだいよみたいな話になってたよね。そうですね、なんなんでしょう、ここの MTF、FTM 界隈であるあるなのかもしれないですけど、うんうん、大きい人ほど MTF にいて、うん、そう、下がね、大きい人ほど MTF に行って、うん、胸が大きい人ほど FTM にいる説、うん、なんかないですか？ねえ、割とあると思うんですよね。もともとなんかそんなに胸なくってっていう感じの子よりはなんか比較的結構みんなあって、うん、胸を切除するのが大変だとか、うん、ねえ、不条理ですね本当に、うん、そしたらなんかもうあるかないか分からへんぐらいの、こんなんやったらもうそれこそね、手術なんかせんでも ないですってなるけど、ラッキーってなるけど、終わりどころがね、ちょっと今つかめなくて、ね、そう、終わりちょっと迷子になってます。迷子めちゃめちゃバカな話で盛り上がってたところだ。迷子本当になんか、あと10分早く来ればよかったのに。何があったの？こんな笑ったん高校生以来かもしれへん。うん、このこういう系の話で、うん、結局着替えたんだね。なかなか帰ってこないからどうしたんだろうか、うん、そう、締めるのがどう締めたらいいか分からなくなっちゃったんでね、うん、そうなんですよ。 それでなんかまた話がまた盛り上がっちゃってるね。そうぐるぐるしてる感じも。そう、気がつけばこんな時間だ。今まさに藪の中ですね、うん、今行ったのかな。これどっちの動画？これ私もうね、ずっとね、回しっぱなしにしてるの、うん、なんならこれあれだよ、ハニーが喋ったのも多分動画の中に入るよ。やった。どこのテーマが結構この話題で出たじゃないですか、うん、どれを主にします？いや別に何もいいんじゃないですか、今回フリートークで。フリートークで、うん、フリートークでいいと思う。じゃあ何だっけ、ど忘れしてしまったぞ。え、まあいいや。
あのあれあれ、とりあえず、うん、あのトイレに入ってくるトランスジェンダーはそんなんじゃないぞと、うん、であのトランスジェンダーが怖いって思う人も、うん、まずは思うのは、うん、まあまあ防犯面とかそういう設備面のことを考えるのはもちろんなんですけど、うん、とりあえずなんだろう、誰もがね自由に使えるトイレが、うんうん、たくさん増えるといいなって、うんうん、そこに尽きるかな。そうですね、うまいね、当たり障りないようにやっぱり誰でも使える、うん、これが大事なんですよね、うん、もうトイレに関してもそう、やっぱりいろんな環境、階段にしてもそう、うん、なんか心のバリアフリーっていうの、そういうの、うん、がそういうのが蚊が進んでくれるといいなって思いますね。そうですね、そういう風に考えられるようにもしなったら、もしかしたらワンチャンがあるかもしれないまたかい。そこに追ってくるはい、というわけですね、今回はですね、あのリサさんと、はい、あかねさんに、はい、お越しいただきました。はい、あのよかったらね、お二人の、チャンネルも概要欄に載せておきますので、よかったらね、遊びにあの行って、あのチャンネル登録ポチだけでいいんでね、チャンネル登録ポチだけで済むんで、はい、していただけたらありがたいなと思います。はい、というわけで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。またね、アディオス、アディオス、またね。